いろいろありましたね。月刊コロコロコミック発売、僕らが載ってるやつですかこれ。ああ、そうです。なんかありましたね、取材、コロコロコミック。皆様はボンボン派でしたか、コロコロ派でしたか何を読んでましたか皆さんは。コロコロね、コロコロもね、ボンボンもね、読んでたんですけど、やっぱその毎回は買ってもらえなかったですね。やっぱうちはどうしてもその1冊、まあ2冊かな、買ってもらえて、そのなんかジャンプとマガジンにはなっちゃってたんですよね、どうしても。でたまになんかコロコロが家にあったんですよね。なんであれたまにコロコロあったんだろう、今思うと。この回はいいよっていうのを買ってきたんかな、親が確かにコロコロ毎週買ってた。ねえ、あと俺ガンガンも買わなきゃいけなかったんですよ。あ、俺魔法陣ぐるぐるがめちゃめちゃ好きで、ガンガンはもう本当に発売日朝一で行ってた記憶がありますね。ガンガンめっちゃ読んでたな。あの晴れの地宮だっけとかね。あとなんだっけな、ぐるぐる、うん、まあ、基本ぐるぐるを読むためだけに買ってましたね。女性多いっすね。リボンとかですか、ママレードボーイ、チャオ、仲良し、今何やってんだろうな。ガンガンはもうなくなったんですか。なんかヤングガンガンみたいなのでまたその復活してた。ガンガン今ガンガンオンラインね。あ、そうだそうだ、あ、そうだ、ぐるぐる2出てますもんね、それが。うん、ぐるぐる2出てた。絵柄戻しましたよね、江藤弘之先生。一瞬次の作品とかで変わってたのにね。ハガレンで、ハガレンか、かなり、そっか、調子良かった。なるほど。ロトモンとかもそう。ロトの紋章はそうですね。そう考えるとでもやっぱジャンプか。サンデーはね買ってなかったな。サンデーのやつってなんか基本単行本で買っちゃうっていうイメージあったな、何でも。兄弟いたらなんか週刊誌とか多そうなイメージ。いや、うちはもう2冊までだったな、マガジンとジャンプ、うん、でマガジンはなぜかうちの兄貴が俺にお前が読むのはまだ早いって言ってたんですよそんなに、そこまで色くらいじゃないですか別に。そこまでエッチじゃないのにね、兄貴がね逆にすごい敏感になって俺にお前はまだそんな味わわせないみたいな。うん、お兄ちゃんチェックが入ってたんですよ。うん、でもうちの兄貴は前も話しましたけど、ドラゴンボールのセリフの部分修正液で全部消して全部他のセリフにしてたって言ってのやってきてたんで、うちの兄貴全下ネタにしてたんですよ、うちの兄貴が。で誰も読めなくなるっていうのを毎回定番でしたね。うん。